今回はテレビ番組、「突然ですが占ってもいいですかで?」で占い師から「気をつける病気は胃腸と血液の病気」と言われた風間俊介さんを鑑定してみます。 2021年5月、中心性変換、年運欠陥運は正在になります。年運のコメントを確認しています。自分の良さが出る年、この年は、日常は順調で、金銭、物質運も良好で、人々から辛抱もある年である。また、目上からの引き立てや講演にも恵まれる。 名声、人気といったことには非常に良い暗示があり、自分は淡々と行動しているだけで周囲は評価してくれる年であるとあります。では、代運のタブをタップしまして、一番下に表示されている名式の5行ポイントというのを見てみます。目、0、か、2、度、1、金、 ゴンととも言いまますす。が、金0水が金水書かれていますこれは名詞の転換と致死が5行のどれに所属しているかそしてその個数を自動でカウントして表示したものです転換と致死が5行のどれに所属しているかはこのようになっています この5行の個数を5行疾病の相関図今画面に出てますこの相関図に記入していきますこの図で5行がの個数がバランスよく全て揃っていればどの病気にかかりやすいということはありません風間さんの場合には 水が3個、かが2個、どが1個、それ以外はゼロです。これを見ますと、水がどにこくされている、かは水にこくされているということになりますね。えー、まず3個の水が1個のどにこくされていますが、 これは、水位が比較的強いので置いておきます。次に、2個の蚊が3個の水位に刻されていますので、この芯がなりやすい病気ということになります。芯は、心臓、小腸、血圧、血液循環、脳、 神神経経症、自律などに注意が必要だとということです私はこのテレビ番組をチェックしていませんが気をつける病気は胃腸と血液の病気というのは半分は合っているかもしれませんただしこの5行で疾病を見るのは山中年中月中日中の山中では私は非常に不正確であると思います 風間さんの場合も「時中」があれば全く別の結果になる可能性はあります。今回はここまでです。